おはようございます。おはようございます。なんか異色な。そうですね。カルテットで。はい。今高校3年生。年生ね。進学とか決まってますか。大学。おお。行くね。上に行くね。賢子はちゃん。賢子で。今日の賢子プレイ。賢子プレイ。あのね、選手は先生とかな、うん、このお兄さんが、はいはいはい、ピラミッドの話です、はい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 、ピラミッドってね、うん、どうやって建てたのどうやって建てたと思う。俺も石を重ねていかなかのちゃうの石を。だからいわゆる地道な作業ですね。地道な作業やな。でよくね、なんか現代のああいう検証番組なんかで、大手ゼネコンがやったらこんだけの費用がかかって、はいはいはい、こんだけの時間がかかると、うん、そうでもこんだけかかると、うんうんうん、でその流れ何年前 4000年前、もっと4000年前ぐらいにほんまにできた4000万って4000万はないかできたんかという検証番組ありますね。はい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 、で僕はまあ頭アホですわ言うたら、おうおうおう、簡単言うたらね、高校卒業したら21歳やしね、やるな長いこと言ってから賢いんじゃん。地方の空庭さんからそれ前言うたな、うん、でふとそれ見た時思った時に、うん、地球もね、うん、環境とか成長変わったりしてるでしょ。じゃあそれで条件変わってるやんな多分、うんうん、ほんでじゃあ言うたら今暑いのがこうなってきてるからね、温度層がで、うん、で例えばもう言うたらね100年とか、うんうん、何十年単位でも気候変わったりとか条件変わってるやん地球の。はいはいはい、はい、でそれ考えた時に、うん、ひょっとしたらその当時ピラミッドを建てた時って、うんうん、今より重力軽かったんちゃう。いや普通にそう。なるほど。ほんなら当時の技術とか力でも早い目に立てれたんちゃうかなっていう。いやでもあれそんなことはない。よう考えたらすっごい計算せなあんなもん立たれへんで、うん、あの石の大きさとかもちゃんと。だから簡単に言うたら当時の人より今の人らの方がアホやっていう。この人の方が頭良かった可能性あるでしょ。あるある、うん、絶対あると思う。で重力 も絶対ある。今より軽かった可能性であるやんな。ないとは言われへんやろ。そうやんな、うん、だ そうじゃないんかなと思って。今の人ほんなら考えすぎない、いろいろで賢いのが多いっていうか、もう言うたら今やったらもうすぐコンピューターですぐ計算できてまうわけやんか。こういう例えばなんで急に入ってる俺顔隠れとるやないか。びっくりした、うん、エジプト実際に行ったことあるんだ。あ、そうや、おるやん。向こうの人に聞いた話をまず説明すると、昔はあのピラミッドな、ピラミッドっていうのは、うん、言うたらその時の国の代表王やから、うん、自分の力がどれぐらいあるか、言うたらお墓やからな。そう、ね、自分の力はこんだけの力を持ってますっていうのを見せるために大きく作ろう、はいはい、自分のためにこんだけの人間が働いてるよっていうのを見せるために大きく作ろうっていうもん で、はい、で当時あの有名な三大ピラミッド3つあるとスフィンクスがある、あそこは水が流れてたんじゃないであろうかという説がある。ああなるほどなるほど。船で運んできたんか、を運びやすかったというのが一番有力やって現地の人たちは言うてました。なるほどな。現地に行った人間からのアドバイス。それはそうだよ、あの大阪城とか建てる時でも淀川からずっと一緒運んできたみたいな、一番運びやすいのは、ね、水があるのが一番運びやすいから、うん、そうやったんじゃないだろうかという話。なるほどな。今なんかその砂漠みたいになりますけどね、うん、はい、という意見でございます。さようなら。なんじゃそれ。お前よ、運んできたことだけ言うただけじゃないけど重力って変化するんですかね。いやでもやっぱ変化するかもしらんで、ね、そら、うん、どうでもそんな大きくないんじゃん変化しても。まあ、いやそれはそうやけど、それは人間欲ぐらいからそんなもないですよ。だからそれで空気薄いことやからな。しんどいやん。いやでもだからあの携わった人間の数が半端やなかったんじゃん。そんだけ言うたらあの自分の空母の何その権力を誇張せなあかんわけやから、何千人どころやないやろ、何万人ぐらいを働かしとんねん。延べで言ったらもっとすごいね。すごいね。でまたできるまでこっち時間かかってるやん。なくなったのにできるまでめっちゃ時間かかったら一緒やもんねけどそのためにそんなん作るってな。でもすごいよろあれちゃんとね、中にもほらずっとそのみたいです、ね、棺の部屋に行くまでにもすごい迷路みたいになってあるやんか。どんな計算をしよったんやろなとか迷いへんのかな。でもそこで俺言うたらその壁画とかでなんかもう宇宙人の絵描かれたりしてるやんか。あ、ロケットね、ロケットの絵描かれたりしてるから、宇宙人が乗ってきたような絵も描かれたりしてるやん、うん、なそいつらがひょっとしたら携わってるのかも。まあまあ確かにね、うん、あると思う。それ考えたら不思議やもんな。そうですね。だってあの
お城の石垣建てるのでもその石を組み合わせて作っていってるわけやん、崩れんようなセメントで固めたわけやな。まあまあそのねすごいと思うけどさ、そういうやっぱり頭が切れた人がおったんやろ、うん、賢かったんじゃない。だからそう、多分そうと思いますよ。今のコーラアホばっかり、アホばっかり、アホばっかりや、アホばっかりや